まず足をパカパカと開いていきます。内転筋ね、この太ももの内側を意識してください。足が硬い人も多いと思いますし、僕もめっちゃ硬いんですけれども、足曲がってもいいのでできる範囲で下まで下ろして上まで引き上げて、息を吸って吐いて、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 吸って上に来た時にちょっと足をできればグッと閉じれたら一番いいですね。その時に内転筋に効くはずです。吸って吐いて、吸って吐いて、はい、次はクロスクロスクロス、はい、呼吸はこれ止めずに吸って吐いて、吸って吐いて、繰り返します。吐いて吸って吐いて、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 お腹にも力が入ってるはずです。腹筋にも効きます。お腹痩せにも効果的です。吸って吐いて、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 よいしょ、はい、よいしょ、はい、次片足上げてもらって回します。この太ももの付け根からぐるぐると回していきます。これも呼吸止めないように吸って吐いて、吸って吐いて、付け根から回してください。吸って吐いて、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 太ももがほっそりしてきます。吸って吐いて、吸って、はい、逆いきます。吸って吐いて、この太ももの前の方の筋肉を使いがちなんですけど、しっかりと股関節から意識してやってみてください。で、前ももにばっかりこう負担が来るっていう人は多分ここの使いすぎなので、前もものストレッチも合わせてやるといいと思います。まあなので今はできるだけ股関節から回すということで、股関節に効かせるように、吸って吐いて、吸って吐いて、吐いて、吸って吐いて、はい、今度は交互に上げていきます。これはお腹の筋肉に効きます。下っ腹引き締めたい、おへそ周りを引き締めたい人で、腰が反ってくると腰を痛めてしまいますんで、腰が反らないようにしっかり腹筋に腹圧をかけて、ここの隙間が開かないように注意してください。隙間が開く人は自分で手を入れてもらって、これでこれでももう腰が痛いという人はこの運動はちょっとやめた方がいいかもしれないし、こういう風に膝をちょっと曲げながら
やってもらってもいいかもしれません。はい、吐いて、吸って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 、吐いて。次この体勢から足を上に上げて、お尻にも効いてきます。吸って、吐いて、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 吸って、吐いて。今度はこの膝、この、足首も一緒にですね、足首伸ばして膝曲げて、で足首曲げて、これを繰り返していきます。吸って吐いて、足首をストレッチさせていくこととか、足首の運動をしていくことってすごく代謝にも関わってきますし、ダイエットにも有効です。こんなめちゃくちゃ簡単な動きでも、いろんな病気の予防になったりとか、ダイエットに効果的なので、本当に暇な時は足首を動かすということをやってみてください。吐いて、吸って、吐いて、吸って、吐いて、はい、あと3セットですね。では足をできるだけ高く高く、これ横から引き締めに効きます。お尻にも効きます。この足を美脚にするときって、この内ももとお尻の中殿筋、それから横腹まで一緒にやってあげるとすごく効果的です。でさっきやった足首のエクササイズですね、これも非常に足全体の向きも取ったりとか、それに非常に有効なので、ぜひやってください。この10分間のやつをやれば、大体いけると思いますので、できるだけ高く、真上に上げてください。真上、めっちゃお尻に効いてきますね。弱ってる方のお尻の方は特にきついので、僕はこっちの方がきついです。で左右絶対強い方弱い方、活性化してる方してない方ありますんで、自分の不得意な方をちょっと多めにやってもらうと、バランスを整える上でいいと思います。きつい、きつい、最後です、最後は恒例の自転車こぎで終わりましょう。これは有酸素運動の効果も兼ね揃えてますし、下腹にも効きますし、足の美脚にも効果的です。早く漕げば漕ぐほどきつくなります。呼吸止めないようにね。もうこれは普通に有酸素運動してるつもりで、うわーってやってください。
3 complete hits.